止まらないでください。スロイヤーで差し止まらないでください。皆様、大変長らくお待たせいたしました。本日はお寒い中、実物大ガンダム立像クロージングセレモニーにご来場いただきまして誠にありがとうございます。またライブ配信をご覧の皆様におきましても併せて厚く御礼申し上げます。2012年からこのダイバーシティ東京プラザに立つ実物大ガンダム立像 RG1/1RX78-2 ガンダムバージョン GFT 立像は臨海副都心エリアのシンボル的存在と認知され、海外からも多くの観光客がここを訪れ、この地臨海副都心エリアが国内有数の観光スポットとして成長することに貢献してまいりました。その実物大ガンダム立像が本日をもちましてその役目を終えることになりました。本日はこれまでの実物大ガンダム立像の歴史を振り返るとともに、これから始動する新プロジェクトにつきまして皆様にご報告させていただきます。申し上げましたが、私本日司会進行を務めさせていただきます小路里香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに、東京ガンダムプロジェクト2016実行委員会会長、東京工府等株式会社常務取締役前田利和よりご挨拶させていただきます。それでは前田様、どうぞよろしくお願いいたします。
さらなる活性化と施策を応援するための形といたしまして、このガンダム鉄道を活用したさまざまな取り組みをこの場所にガンダム鉄道が設置された2012年から実施してきて、こういったところでございます。具体的には最初2012年通路内立ち止まらずにゆっくりご覧ください。撮影は通路の外でお願いいたします。国際東京2013年、これとオリンピック・パラリンピックの招致、この PR を行ったところでございます。2014年から南関東の保健によりますと、全国高等学校総合体育大会、いわゆるインターハイでございますけれども、立ち止まらずにゆっくりお進みください。さらに2015年、2016年におきましては、東京都のグローバル人材の育成に向けた取り組みと連携いたしまして、世界にチャレンジする国際的支援を高校生をはじめといたしました次世代の皆さん方の学生の応援等を行っているところでございます。おかげさまで、大変多くの皆様のご支援をいただくことができまして、こうした実行委員会の取り組みがこのシンボルプログラム公演をはじめといたしました委員会府都市エリアの通行にご協力ください。東京都の政策に十分に貢献することができたものと深く感謝申し上げ次第でございます。このガンダム鉄道展示も本日が最後ということでございます。この5年間外国の方をはじめといたしまして、本当に多くの方々がおいでいただきまして、大変親しまれてきたものでございます。連日本当に賑わっておりましたということで、大変残念なところでございます。ただ新たな計画も検討されていると伺っているところでございますので、今後に大いに期待したいと考えているところでございます。3年後の2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けまして、その県が盛り上がっている中で、この地域の活性化を図っていくことは極めて大事だと考えているところでございます。皆様どうぞ今後とも力強いご支援をよろしくお願いいたしたいと存じます。最後になりますが、実行委員会といたしまして、改めましてこれまで取り組みについて関係者の皆様方に多大なご協力を賜りましたこと、この場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げまして、はるはだ簡単ではございますがご挨拶させていただきます。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、ご来賓の代表といたしまして、ダイバーシティ東京プラザオペレーションセンター所長上野山勤様よりご挨拶を頂戴いたします。それでは上野山様、よろしくお願いいたします。本日はお寒い中、こんなにたくさんのお客様にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。私、ダイバーシティ東京プラザの上野山と申します。よろしくお願いいたします。さて、実物大ガンダム立像につきましては、2012年春ダイバーシティ東京プラザのオープンとともに、ガンダムファンの皆様の熱い思いを乗せ、再びこの臨海副都心の大地に登場いたしました。以降、ダイバーシティの顔、臨海副都心の顔、いえいえ日本の顔として、日本のお客様のみならず世界中のお客様がこの地を訪れ、驚きと感動を体感いただくことになりました。今回東京ガンダムプロジェクトが一旦終了し、ひとまず実物大ガンダム立像がこの地を離れることにつきましては、いささか寂しい思いはいたしますが、実物大ガンダム立像を介して世界中のお客様とつながり、出会い、この施設及び町の発展に大きく寄与していただいたことに関し、深く感謝を申し上げるとともに、このプロジェクトに関わる全ての皆様、ご来館いただいたお客様に対し改めて御礼を申し上げます。ダイバーシティ東京プラザはこれからも
お客様に驚きと感動を与える施設として邁進していく所存でございますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。上野山様ありがとうございました。続きまして、主催より株式会社バンダイナムコホールディングス代表取締役社長の田口光明よりご挨拶申し上げます。それでは田口様よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ただいま紹介いただきましたバンダイナムコホールディングスの田口と申します。今日はね、こんなお寒い中、お集まりいただきまして、本当にこんなたくさんですね、立ち止まらずにゆっくりお進みください。ありがとうございます。この RX78 ガンダムはですね、潮風公園にまず、立ちまして7年半経ちました。それとこのダイバーシティにですね、再度お目見えしてから5年が経ちました。その間ですね、国内のみならず海外のファンの方にもですね、たくさんご覧いただきまして、本当にこれでもですね、今日感無量でございます。機動戦士ガンダムはですね、まあ皆様ご存知のように SF 作品であります。SF でありながらですね、この実物大ガンダム、見ますと、まさに我々のこの世界にですね、リアルに存在する、もうあたかもですね、前から、この世界に、あったかのごとくですね、この存在感を保つわけであります。このガンダムを通しまして、ガンダムの世界観、それからこの大きさを通しまして、実在感、皆さんに楽しんでいただいてですね、皆さんからは、いろんなこう空想って言いますかね、想像をいただきました。ザクはどうなんだろうですとか、ガンダムはこの方向はどちらを向いているんだろうですとかね、その、想像を聞くたびにですね、我々はまあ北総委員と言いますかね、非常にこう喜んだわけであります。皆さんの想像の一つ先を行けたかなですとか、まあ、本物を作れたなですとか、まあ、こんなに喜んでもらった、まあ、そういった考えでですね、我々はまあ今日を迎えたわけであります。まあ、144分の1のガンダムから始まってですね、1分の1に至るまで、37年間、皆さんにガンダムは支えてきてもらったわけです。さて、これから、どうなるんだろうと、この先が非常に楽しみなわけですが、この後ですね、サンライズの宮川の方から皆様に、ご説明申し上げますが、新たな、ガンダムの、ストーリーを作るですね、プロジェクトがスタートいたします。ぜひですね、新しい、我々が提供する新しいガンダムをですね、また皆さんに楽しんでもらいたい、ぜひ驚いてもらいたい、そのように思います。これまでですね、頑張ってきてくれたこの RX78 ガンダム、非常に名残惜しいと言いますかね、今日見ました、ちょっと涙が出そうになりましたが、今日で、一旦お別れになります。ただ、新しい姿、新しい、スタイルでですね、また皆様の前にですね、ガンダムが、まあ、お披露目できるような企画も、ぜひ考えていきたいなと、そのようにも思ってますので、そちらの方もぜひお期待いただければなと思います。これまで、このガンダム、それとこの RX78 ガンダムもですね、支えてきていただいた皆様に、本当に感謝申し上げますとともにですね、私からの簡単でございますが、ご挨拶と返しさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。Thank you.